2015年、世界旅行ツーリズム協議会グローバルサミットにて、ダレン・ヒューストーンは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州出身の実業家。マイクロソフト、日本法人の前代表執行役社長、ブッキングドットコムプライスライングループの前 CEO。カナダ・トレント大学経済学部卒業。ブリティッシュ・コロンビア大学で経済学修士、ハーバード大学で経営学修士を取得。 マッキンゼドカンパニー及びスターバックスコーヒーを経て2003年にマイクロソフトに入社する。2005年7月1日から2008年3月31日までマイクロソフト日本法人社長。退任後は米国本社においてコーポレートバイスプレジデントコンシューマーオンラインインターナショナルグループ担当に就任。プラン J という事業方針を掲げ、 日本での事業を行っていた。2011年、アムステルダムに転居し、オランダのオンライン旅行会社である、ブッキングドットコムの CEO に就任、同社の国際的な業績拡大に成功。続いて2014年に、同社の所属する旅行会社グループにあたる、プライスライングループの CEO に就任、主に同グループの国際事業を担当した。2016年4月、 Booking.com プライスライングループ両社の CEO 職を辞任した。ありがとうございます。